今日は久しぶりに部屋を片付けました。笑いやろ。いやーなかなかね。いや違う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 、人が来るから片付けました。こういうことがないと片付けませんから、ちょっと反省だるね。だいたいこんな感じですっきりさせるといいと思います。上に物置かないって、それがなんかお約束みたいですよね。しかしあんまり何もないとね、殺風景になってしまうのよ。どうですこの質素な生活ね。え、五つ星ホテルとか泊まるとね、え、人とは思えないような。いや、でもいろんなとこ泊まりましたからね。五つ星ホテル の一番のお気に入りの常宿、常宿やろ、かっこつけて。いやアメリカンコロニーホテル、そこにね、2度泊まりましたかね。で、なんとか訪問するんですけどね、やっぱりさ、そういうね、本物を見てるとね、こうなるわけよ、自画自賛。あと、前のフレンチキングのお家とかね、ビザンチンの頃に建った家とか、そういうとこ見せていただくわけですよね。あと、バカラのショールームね、テラビブにある、それ見たからね、非常にね、あのアールデコのかっこよさっていうのを具体的に見に来て本当に良かったわ。そういうのがいろいろ集まっててですね、こういう風になっていますみたいな、ははーんって、だいたいあのヒントがですね、その辺にあるかなみたいな。いやー感謝でございますよ。